皆様、ようこそお越しくださいました。前期と申します。今回ご紹介させていただきますのは、ヌークマトリックスさんから発売しております、サイバーフォレストファンタジーガールズ、アメリエ・ハートマン、ハリケーン・アサルト・リベンジャー、プロトタイプ・イエーガーでございます。まだまだめちゃめちゃ長いネーミングですけれども、今回のこのキット、左下にもちょっと絵で隠れてますけども、CF03、この CF っていうのがサイバーフォレストのことですね。ということで、第3弾のキットということで、第1弾がキツネっぽいものをモチーフとしたアサルトライフルの女の子、第2弾がウサギっぽいものをモチーフとした戦術家の女の子のキット。まあこれまでキツネ、ウサギと来たので、第3弾来るとすれば何かなって思ってたんですけども、イラストからもお分かりいただけます通り、今回ハーピーっぽいものがモチーフになってますね。ちょっといきなり現実離れしてきました。で、それはそれでいいんですけれども、このヌークマトリックスさんのこのファンタジーガール、サイバーフォレストのシリーズ、個人的に一つの特徴とも思っていたのが、主に素体状態の方なんですけども、ウエストの構造と脚部の可動ギミックですね。具体的に1個前の女の子、リリーベルの素体状態、改めてご覧いただきますと、こんな感じの女の子になってまして、もう見た感じ一発でわかると思いますけども、このウエストの部分ですね、ここの部分がいわゆる肉々しいようなデザインではなくって、この背骨というかあばら骨が出てるような、私が勝手にあばら骨素体なんて呼んでますけども、こういった部分であったり、このすねの部分の可動ギミックですね、があったんですけれども、今回のこのアミリア・ハートマン、どうもこのウエストの部分のこの構造っていうのが今回オミットされてるっぽいです。まあ一時的なものなのか今後のシリーズがそうなってしまうのかわからないんですけれども、個人的にこれ気に入ってただけに、ちょっとこの構造がないのは残念でしたね。ただこの太ももですとかすねの可動ギミックっていうのは、おおむねこちらが踏襲されてますので、まあいろいろ理由はあったと思いますけれども、またいつか今後のシリーズでこの構造っていうのを復活してほしいななんて思っております。では改めまして、今回のキットパッケージの方ですけども、正面ご覧いただいてます通りこんな感じになっておりまして、なんかファンデルみたいなもの飛んでますけども、真ん中にハーピーの武装状態の女の子、顔見えてはおりませんけれども、なかなか勇ましいデザインとなっておりますよね。で、箱は1個前のリリーベルとほぼ同じくらいの大きさで、で、手前の方がこんな感じになっておりまして、これが素体状態の写真ですね。で、ご覧いただいて分かります通り、ウエストの部分が普通の美しい肉体の女性っぽくなっております。で、実際組んでみないと何ともいないんですけれども、太ももとかすねの部分のカードのギミックっていうのは多分過去のキットと変わってないと思います。で、横の方にいくつか写真が載っておりまして、まあ、ウエストについてはこのままいいんですけれども、これ膝とかすねの可動ですね。ここについてはちゃんと写真が載ってますけども、すね側の方にサスペンションのようなギミックがあります。これ結構かっこいいんですね、動かしてて。で、その隣がポージングの写真となっております。で、ちょっと注意書きとかがありまして、手前の方がこんな感じになっておりまして、反対側が今度は武装状態の写真。これがハリケーン・アサルト・リベンジャー・プロトタイプ・イエーガーということみたいなんですけども、顔見えてませんけども、すっごいなんか堂々たる勇姿ですよね。でこんなファンデルみたいなもエフェクトパーツもありますし、こちらの方では素体状態のパーツを一部使って、こんな感じで顔を出した状態、この中なんか美しいですよね。で、先端の鍵爪の部分とか、翼を大きく広げたポージング、バッチリ決まっております。では、中身の方もご紹介していきたいと思います。で、今回のこのキットなんですけど、私、結構早めに購入させてもありまして、初回特典っぽいものが同梱されております。それが何なのかっていうことも合わせてご説明していきます。まずこの説明書は、まあ、後にしまして、いきなりもう見切れてるんですけども、今回のキット、先ほど側面の完成品でもご覧いただきました通り、主なカラーリングは紺色とオレンジのクリアカラーなんですけども、初回特典ボーナスと思われるものが違う色のクリアパーツなんですよね。まず一袋目、こちらの方が、このオレンジのクリアパーツで、なんかフェイスパーツっぽいものがあって、反対側に、展示ベースとクリアパーツ、さらにこの紺色のパーツがあるんですけども、これとは別に、こういった真っ赤かなクリアパーツが付いております。これは通常のキットも選択肢でこちら選べるというかじゃなくって、説明書の中のパーツリストの方でも確認したんですけれども、同じ形状の違うカラーのクリアパーツについては、入っている枚数の指定が変わってなかったので、多分こういった赤いものが今回初回限定のボーナスっぽい気がしております。で、次こちらが、紺色のパーツ。なんかグリップっぽいものありますね。で、反対側が黒いパーツで、なんかウィングのブレードというか、とんがってるデザインのものがあります。で、あとこちらの方に、なんかガンメタっぽいカラーのもの。これ多分素体というか、あちらの方の脚部のパーツだと思います。この辺は過去のキット作ったことがあると見覚えがある感じですね。で、次こちらが、紺色のパーツ。このウィングっぽいものですね。で、反対側も同じような紺色のパーツ。結構分量多いです。で、こちらの方が同じくガンメタの、これは武装側ですかね。ここに輪っかのリングっぽいのがありますので、ちょっと見切れてますけど、この翼のこの輪っかのパーツ、こういったものだと思います。で、あとはこちらの方も同じように、多分これ頭部のなんかヘルメットっぽい形状してますね。で、反対側の方から見ても、まあこれだけ見ても何の形がよくわからんですね。で、あとはこちらに、クリアパーツの素体側の太もものあたりのパーツですね。さっき赤い方のランナーにこういったものがありました。で、こちらは胸部かな、ヘルメットかな、そんな感じのパーツがあります。で、あとこちらに、オレンジ色のものと、この白いのは展示ベースの軸ですけども、黄色いのはエフェクトのパーツですね。
で、あとはこちらにしっこりどこだろう、同じランナーがクソだったり、この辺の形状のものは多分手首とかの可動軸のパーツだと思います。で、こちらの方がハンドパーツで、あとはこちらがフェイスパーツ。この頬に傷があるデザインってのはなかなかかっこいいですよね。で、あとは展示ベースの土台のパーツと、あとはデカールシール2枚入ってますね。主には片方の方がアイデカールで、もう片方の方が細い白いラインのものとかとなっております。キット類はこれで以上となります。素体武装なるキットっていうのはありますけれども、一番下に言われてますこの赤いこのパーツですね。やはりこれがボーナスパーツっぽいものなので、分量もかなりのものがありますし、武装状態なのはハーピーの形態、あの時のパーツの総量がすごそうなので、かなりのボリュームとなっております。そして最後作り方の説明書、アメリア・ハートマン、下の方にハリケーン・アサルト・リベンジャー・プロトタイプ・イエーガーと書いてあります。毎回そうなんですけど、このシリーズこういった名前むちゃくちゃ長いんですよね。で、中の方に参りまして、まずも素体状態の完成の写真となっております。相変わらずスタイルいいですし、その表情パーツですね、1番目のこの穏やかな表情と頬に傷が入った表情、そして叫び顔、種類こそ3種類ですけども、どれも印象深いですよね。で、下の方になんかお胸の周りとか背中のところ、で、あとはこちらに片膝立ちの銃を構えたポージングとか、ここになんか格闘してるようなポージングがあります。まあ、ウエストについてはこの際あばら骨素体じゃなくてもまあいいのかなという気がしないではないです。次のページにパーツリストがありまして、各パーツ頭のところにレテンがついているのは私の方で欠品がないかどうかチェックしたものになります。左側のページと右側のページびっちり入っております。で、次のページから作成が始まりまして、まずは素体状態頭部の作成から。基本的な構造は過去のサイバーフォレストファンタジーガールシリーズと変わってはないんですけども、ベースとしては言ってはあれなんですけども、マシニカっぽい構造はしてるんですよね。で、胴体の部分を作って腰部の接続で、次のページで両腕を作成して一旦頭部、腰部、胸部、両腕を接続で、ここから太もも部分を作って、このこれですね、このサスペンションギミックがこのファンタジーガールシリーズの一個の売りだと思います。で、脚部を作成していきまして、両足ができましたら接続して、これで言うなれば素体状態が完成。で、次に武装状態、まずヘルメット部分ですね、これについてはフェイスパーツは使用しないみたいです。で、ボディ部分の作成をしていきまして、ここでボディが完成。で、次のところで、これなんか作ってますけど、これ両腕なんですよね。このアメリア・ハートマンの武装状態っていうのは、いわゆる両手の先端、この部分なんですけども、人間の手の形状ではなくって、このミサイルポットみたいなものとマシンガンみたいなもの、手の形状してないっていうのはちょっと特徴的ですね。で、次に脚部を作っていきまして、両足をこんな風に作成して、全体を接続して武装状態の完成。で、この見た感じ、このウエストの部分、ここだけがナンバー10で、前の工程で作られたものですので、過去のキットと同じくダブル本体仕様ではなくって、ウエストについては流用するみたいです。で、次にこれ飛行ユニットですかね、の作成が始まりまして、次のページで、この巨大なウィング部分ですね、作っております。この説明書の枠の中で、ところどころこんな感じで、枠にはみ出しているような形状をしてますので、かなり迫力のあるウィングが出来上がるんじゃないですかね。あ、ちなみにクリアパーツについては赤とオレンジ2色ありましたけども、今回は説明書といいますか、パッケージイラストと同じく、オレンジの方だけで作っていきたいなと思っております。で、左右の翼、なんか尾翼みたいなものを作って、本体に接続してフル武装状態の完成。で、尾翼っぽい部分の可動とか、膝の可動。あとは、つま先部分も展開して、こんな掛け爪にできますよっていう説明があります。で、次のページで、展示ベースの作り方と使用方法。で、見開きの内側のところに、これエフェクトパーツですね。で、エフェクトパーツを使って、なんかファンデルみたいなの飛ばした時の、補助軸の説明が書いてあります。次のページが武装状態の完成品の写真。かなりかっちょいデザインをしております。こんな翼を広げた状態とか、鍵爪の状態。で、次のページのところに、各武装の説明ってとこでしょうか。オービタルキャノンとかかっちょい名前が書いてあります。で、下の方にも、あ、これ弓なんですね。こんな尾翼は弓になるみたいです。で、最後の見開きのページのところに、こちらが、フル武装状態ではなくって、頭部とか腕を素体の状態で利用している。このポージングとか、このデザインってのもかっこいいですよね。下の方に。両腕で銃で構えたポージングとかもあります。で、最後のページがデカールガイド。かなりの枚数の指定がありますけれども、特にこのウィングとかですね。隣の写真見てみても結構デカールを貼られた状態で完成してますので、枚数多いですけども、丁寧に綺麗に貼っておきたいなと思っております。説明書以上、こんな感じですね。では、早速作成して、完成品の状態、ご覧いただきたいと思います。
何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介してまいります。で、今回のキットなんですけれども、各パーツのランナーとの接合の方法ですね、いわゆるアンダーゲート祭りとなっております。プラモデル作られる方の中にはアンダーゲート敬遠される方も多いかと思いますけれども、個人的には、まあ、私の場合ほぼ元素をパチ組みで作りますので、そういった時に合わせ目がより出にくいアンダーゲートっていうのは非常に嬉しかったりするものですから、個人的には非常にありがたい仕様だったと思っております。で、あとそれに関わりまして、今回のキットなんですけれども、ハンドパーツと頭髪パーツ以外は全て ABS 製となっております。もしこの動画をご覧いただいた後でご自身でも購入していろいろ塗装したいなっていう方は、 ABS 製ってことについてはぜひご注意ください。では改めましてキットの方をご紹介してまいります。まず付属品や交換パーツの方から、まず左の方、ドドーンとここら辺にクリアパーツ大量に置いてありますけども、展示ベース周りですね、まずこの一番大きいもの、まあ、これは言うまでもなくベースになります、メインの展示ベースですね。ヌークマトリックスさんのキットでは大体似たような形状のものが毎回ついてきまして、ベースが六角形で結構ごつい軸がついております。今回のキットの場合、フル武装状態ですと結構でかいこんなウィングを背負ったりしますので、結構重量がありますけれども、各箇所の可動についても渋みもちょうどいいので、がっちり保持して飾ることができます。で、それ以外にここにありますこの細いちょっと白いところに置いてしまったので分かりにくいかもしれませんけれども、この細い軸ですね、このまっすぐなものと、これですね、とこちらの湾曲したもの、それぞれ4本ずつあります。で、この軸なんですけれども、展示ベースの方をご覧いただきますと、各6箇所の頂点に、ぶっとい穴がありますけども、小さい穴ありません。ここ穴あるように見えますけど、これ裏側なんですね。で、こういった時にこの細い軸を刺すために、こういった補助のパーツが付いております。これをこういったところに裏側から、こんな感じではめますと、ここの部分に3ミリの軸と、このぶっとい軸ですね、を外側に刺す、もう一個の穴が設けることができます。で、こういったパーツにつきましては、合計2つ付属しておりまして、六角形の好きなところに、こんな感じで取り付けることができるようになっております。で、ここの穴に刺すことができる細い軸、先ほどちらっとご覧いただきました、このまっすぐになっているものが合計4本で、こう弧を描いているというか湾曲しているものが、こちらも同じく合計4本付属します。それぞれ先端のところと付け根のところ2箇所に可動があります。次にこちらが補助パーツなんですけれども、こんな感じで真ん中と3箇所それぞれに穴があります。これは先ほどご紹介した細い軸ですね、あれを一気にここに3本差し込んで、差し込んだものをまた別の軸に差し込んでという風で、今回のキットで言いますとファンネルっぽいものですね、あれを飛んだ状態を再現するために、こういったひとまとめにすることができるものがついております。こちらが2つで、次にこちらの黄色いクリアパーツですけども、この小さめのものとちょっと大きめのものですね、これ後でご紹介します。このリアスカートっぽい夢にもなるパーツ、これを分割して飛ばすファンネル状のものを支えるための補助パーツになります。そもそもこちらのパーツ、大きいのと小さいの2種類ありますので、それに合わせて小さいものが2つと中くらいのものが2つ、そして左の一番手前、こちらエフェクトパーツなんですけれども、このエフェクトパーツ単独のものが大きめのファンネル状のものにつけるもの、こちらが2つと、青いパーツが付いているものにつきましてはファンネル的なものが直接このピンが刺せないので、それに接続するための補助パーツが付いたものになります。こちらも2つ。続きましてハンドパーツ、今本体についてましたが指の揃った開き手、それ以外に5種類、まあ割とおなじみのものですね、左の方から開き手、握りで武器持ち手、人差し指の伸びた武器持ち手で、最後 V サイン手になります。ハンドパーツは合計6種類が付属します。次にフェイスパーツ、今本体についてましたが、まあ言うならば通常顔ってとこですかね。で、こちらの方が叫び顔、叫んでおります。で、こちら、こういったキットは非常に珍しいんですけども、なんて言ったんですかね、頬傷顔ってとこでしょうか。こういった美少女キットの中で、怪我して流血しているようなフェイスパーツってのは私初めて見たんですけれども、表情も険しいですし、凛々しいですし、非常にかっこいいフェイスパーツだと思います。フェイスパーツは合計3種類が付属します。残りのごちゃっとしたものは全て武装状態で使用するものになりますので、改めてご紹介するとしまして、今回のキットの女の子、アメリア・ハートマン、まあ言うなれば素体状態というとこでしょうか。そちらの方をご紹介していきます。で、いつものように、まずは大きさの比較ですね。まず左側の方に、他社さんですけれども、女神デバイス、素体状態のものを置きますと、こんな感じで、反対側に同じく、コトビガーさんのフレーマーモズガール、アーキテクトを並べますと、こんな感じで。脚部の造形とか若干違ってて、綺麗に高さ並んでるように見えますけれども、スケール的には、フレーマーモズガールとほぼ同じと思っていいと思います。まあ実際、武装状態にすると、アーキテクトよりも大きくなるんですけれども、一般的な美少女プラモデルと一緒に飾っておいても違和感ないサイズ感だと思います。では改めまして、アメリア・ハートマン素体状態の方をご紹介してまいりますが、特にお顔周りこんな感じですね。先ほどご覧いただいた叫び顔とか頬に傷があるものに比べますと、穏やかな微笑みを浮かべているような感じがしますので、非常に美しいお顔じゃないでしょうか。
あ、ちなみに言い忘れてました。冒頭にも言いました通り、今回のキットですね、付属されているクリアパーツについてはパッケージと同じオレンジをすべて使用しました。当然今回の場合、赤いクリアパーツもすべてのところを代用することができるようについてましたので、もし同じように初回限定っぽく赤とオレンジ両方のクリアパーツが入っている方はお好みで交換することが当然可能です。では上の方から順に稼働も含めてご紹介してまいりますが、改めましてお顔を近くでご覧いただいて、ほんと綺麗ですよね。で、頭部の可動ですけども、頭部側がボールジョイントで、首の真ん中に左右可動で、首本体が前後可動、最近よくある首の可動とほぼ同じですね。これを利用して前とか後ろ、まあ、髪の毛短いのでも干渉するものはありませんし、ここまで動けば十分な可動範囲だと思います。左右にも大きく動かすことができます。続きまして肩、腕周り、肩はボールジョイント接続、胴体側抜きに可動はないですね。で、肩についても干渉するものは特にないので、このまま横方向からグイッと垂直まで、はいと挙手できるぐらいまで上げることができます。で、ここの色変わっているところにロールがありまして、肘については二重関節、これを利用してグイッと曲げるとほぼ人間ぐらいまで角度変えることができます。で、手首についてはおなじみ可動軸ジョイント、ぐるぐる回りますし、角度も大きく変えることができます。で、次に胴体、胸周りですけども、まず胸部とかこの辺りですね、可動については胸部の下と腹部2箇所にありまして、胸部側の方が腹部の方に前後左右の可動、それを利用して胸部だけでも前とか後ろで左右に傾けたり、ぐる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 回すこともできます。一応楕円形の体の形はしてますけども、特に干渉もしないので、一周ぐるっとやったら気持ち悪いですけども、可能は可能です。で、このお腹周りですね、ここにつきまして、今回このペイルオレンジといいますか、フレッシュカラーのもので組みました。実は説明書の中の方にこんなような写真がありまして、これご覧いただきますと、お腹の真ん中のところがガンメタっぽくなっております。ここについては実は選択式になっておりまして、先ほどご覧いただいた説明書の中の写真では、このお腹の真ん中のところだけがガンメタっぽくなってましたけども、そこだけではなくて、この両側の部分ですね、ここについてもフレッシュではないカラーにすることが可能です。ただだからといって、この腹部のパーツが2つできるわけではないので、今回私の場合は肌色成分多めのが良かったのでこちらにしました。で、この腹部で言いますと、過去のこのヌークマトリックさんのサイバーフォレストシリーズで言いますと、いわゆる背骨素体の腹部があったんですけれども、今回は完全にオミットされております。で、オミットされて残念だなっていう気持ちもある一方で、このフレッシュカラーの腹部になったことによって一個素晴らしいなと思ったことがありまして、というのが、この腹部の前側と後ろ側のパーツではめ合わさってるんですけども、この側面ですね、これがそれぞれ別パーツで後から付けることになっております。つまりこのお腹周りぐるっと一緒見ていただいても、このフレッシュカラーのところに合わせ目がありません。これ必死こいて私が消したわけではなくって、もともと合わせ目が出ないような設計になっております。つまり腹部の前側、後ろ側と、この紺色のラインで、さらにこの下と上のフレッシュという風に、腹部だけでも非常に多くのパーツで構成されていて、そのおかげで最初から合わせ目が出ないような構造となっております。背骨腹部がなくなったのは残念ですけど、こういったところできちんとした配慮がされているというのはありがたいですね。で、次に股関節、足回りですけども、股関節につきましては逆 Y の字のパーツでそれぞれの太ももが刺さっております。で、接続の位置を下げることができまして、片足ずつは不可能なんですけど、両足合わせて引っ張りますと、こんな感じで少し下げることができます。こうすることによって前とかで、後ろはお尻の出っ張りがありますので、そこまでなんですけども、横の方向についてもほぼ水平ぐらいまで足を持ってくることができます。で、次に太もものこのベルトの下のラインのところですね、ここにロールがありまして、そしてこの膝の可動ですね、ここについては過去のサイバーフォレストファンタジーガールのギミックが全て踏襲されております。まず下の関節で膝を曲げますと、すねの前側のこのサスペンションみたいなところ、ここの部分がこんな感じで伸びて、ここの部分ですね、ジャキーンと伸びていきます。ちなみにここのシルバーについては塗装しました。で、次にこの太ももの前側のパーツ、これがこの位置からこんな感じで下に下がって、グイッと曲げると正座できる角度まで曲げることができるようになっております。毎回思うんですけども、このすねの前側のサスペンションが動くだけではなくって、太もものスライドギミックがあるっていうのは、何の意味もなく膝の曲げ伸ばしをやってみたくなる、そういった非常に凝ったかっこいいギミックだと思います。で、最後つま先につきましては、この状態から後ろとか前で、こんな棒が一本 U の字を描いたようなつま先してますので、特にここに独立した角はないですね。ただやはりこの素体状態っていうのは、腕とか胴体周りの角も十分なんですけども、特に膝の可動ですね、ここのサスペンションギミックといいますか、太もものスライドギミック、単に見た目が派手というか豪華なだけじゃなくって、可動域を設けた上でこういった独自のギミックを組み込まれているデザインっていうのは非常に素晴らしいものだと思います。では次に武装状態の方をご紹介していくんですけども、すべて取り付けてしまいますと、可動のご説明がしにくいところですとか、選択式で取り付けるパーツがあったりしますので、まずはそれぞれ今バラの状態ですけども、そちらの方でちょこちょこと補足させていただきます。まず腕に取り付けることができる武装類で、ミサイルポッド的なものとハンドガン的なものがあります。まずこちらミサイルポッド的なものですけども、こういった三角柱の形状をしております。で、この前側の部分、蓋を開閉することができまして、
中にこんな感じで、この先端のシルバーも私ので塗装したものなんですけれども、こういった形状となっております。ここについてはなんか丸っこいだけの別パーツもあるんですけれども、個人的な好みで今回はこちらのミサイルボットっぽいものにしてあります。でこれが合計4個ありまして、それぞれ単独で腕にこのスリットの部分で取り付けることも可能なんですけども、接続するジョイントが別途ついておりまして、こんな感じで2個のミサイルポット的なものを連結させることができるようになっております。でこちらが連結したものですね。ただ1点残念なのが、この接続するジョイントっていうのは2個しか付いてませんので、4個全部を接続することはできません。まあ、せいぜいやったとしても3個までってとこですね。あとこれについては腕にマウントする以外にここにピン穴があるんですけれども、特に武装状態の本体に腕以外にマウントできるようなピンがないものですから、まあ、やるんであればこれ2個連結したものを腕にマウントっていうのが一番いいかなって気がします。次にこちらがハンドガンですね。2丁ついておりまして、まあ、ここにグリップ出した状態であれば、この素体状態というか、先ほども武装状態いくつかパターンご覧いただきましたけども、完全なこちらの武装状態にするわけではなくって、上半身はこのパーツにするんだけども、腕とか頭をこちらの素体状態のもの、これを利用することもできますので、部分的にこの通常のハンドパーツにしておけば、このグリップで銃を持たすことができます。グリップ部分についてはこうやって畳むことも可能となっております。これは後でフル武装状態の腕にマウントしますので、このまま置いておきます。次にこの上半身部分ですけれども、こちらについてちょっと補足させていただきますと、まず頭部の可動ですね。これ素体と似たような形状してますけども、実は首の接続方法が若干違っております。まあ、取った方の範囲で一回この頭部外しますけれども、要はこの軸ですね、素体の方につきまして上がボールジョイントで、で本体側の方にも前後の可動があるって話をしたんですけども、この武装状態の首については真ん中の接続が左右可動ではなくって、この前後可動となっております。つまり左右の傾きについては頭部のボールジョイントのみ、その代わり本体側の軸と真ん中のところと、さらにボールジョイントを利用して前後の角度をより優先するような設計になっております。ただまあここまできっちりはまってしまいますので、動いたとしてもこのぐらいですかね。あんまりその前後の可動の恩恵が出てるというのはちょっと言いづらいです。で次に肩腕周りは、腕については肩のところは軸接続で干渉するものないので、グイッと上げることができます。で肘に相当する部分なんですけども、実はこれが目いっぱい伸ばした状態です。これ以上伸ばすことができません。逆に曲げた時にはグイッとここまで折りたたむことが可能です。まあ、これについてはハーピー的なものをイメージしているせいもあって、腕は腕なんですけれども、よりハーピーらしさを出すために、人間らしい手についてはあんまり腕でござい」っていうようなデザインから少し離れたようなことにあえてしてるのかなっていう気がします。でこの手首部分につきましても、正面から見ると握り拳に見えますけども、ここのピンのところにこのハンドガンですね、これをこんな感じで接続することが可能なんですけども、この位置で手首パーツは固定ではなくって、この部分がクランクになっておりまして、こんな感じで前側に銃を伸ばすことができます。まあ、当然ここミサイルボートに変えることも可能です。一見すると手首に見えるんですけども、まあ、手首ではなくって、あくまでも武器をマウントしてある補助アーム的なデザインにこだわっているあたり、フル武装状態のハーピーらしさを演出する、そんなこだわりなのかなっていう気がちょっとしております。で次に脚部につきましてはこんな感じになっておりまして、パッと見た感じよくあるメカ少女の武装脚部に見えるんですけど、まずここの前側の部分ですね、このクリアパスが稼働するのはいいとしまして、接続位置ここで固定ではなくって、こっち側ですねに引き上げると、この部分がこんな感じで少し伸ばすことができます。でここに膝関節がありまして、ここの部分とこの辺り2箇所の稼働を利用して膝をグイッと、こんな感じで、まあそうは言っても90度ぐらいが限界なんですけども、曲げることができます。でこのまま普通に戻してしまうと、この前が下側の方ですね、ここはぴったり合うんですけども、普通にやるとここ隙間が空いてしまいますので、またこんな感じで押し込んでおけば、ここの部分がぴったり合って下げると、また元の形状に戻すことができます。で足首なんですけども、足首につきましてはちょっと変わっておりまして、こちらもそうなんですけれども、まあ言うなればこれが人間状態の足ってとこなんですけれども、この時にこの足首の可動っぽいところに前後の可動がありません。じゃあ足首っぽいところの可動の前後はどこかと言いますと、このくるぶしあたりですね、ここに前とか後ろという可動があります。しかも後ろについてはこれ以上いきません。では足首の可動は何なのかって言いますと、主に左右の傾きです。この状態でこんな風に傾けることができるようになっております。でこの足首のデザインも今人間みたいになってますけども、いわゆるかぎ爪状態にするときには、この前側のパーツですね、これを一旦外に起こしまして、この足首のパーツぐるっと180度向きを変えます。このつま先パーツ、今先端に寄ってますけれども、これを外側に開いて、で前側に持っていきます。で先端を曲げる、反対側も同じように前側に持っていって曲げる。でこの時左右のパーツの接続がボールジョイントなので、先端部分をこんな風に開いておくと、よりかぎ爪っぽくなります。
で、この下に入ってますパーツを上側に起こして爪を起こす。で、さらに向きを180度変えることによって爪がすべて内側を向いた、まさに猛禽類のかき爪のような形状をすることができます。で、ここのパーツについては下げておいてもいいんですけれども、ここの接続ですね、先ほど前後の稼働しなかった足首のパーツ、こうするとかなり左右大きくこんな感じで固めることができますので、干渉を避けるという意味と、なんとなくこのスルータスを出すためにも目いっぱい上げるというよりもこんな感じで干渉しない程度に下げておくと、で、さらにこのくるぶしあたりのパーツで前に向けておくと、より猛禽類らしい足になるじゃないでしょうか。で、次にこの腰部に取り付けるこのリアスカートっぽいものですね。まあこういった形状で絶滅の中では完成するんですけども、先ほどご覧いただいたみたいにここの部分を持ってこんな弓みたいな形状にしてハンドパーツを持たすこともできます。で、これにつきましてはこの両側のパーツ、この位置固定ではなくって上下とか、実際にここの軸を利用して前後とかいうことができます。ちなみにここの部分、この取っ手のところにカポッとはまりますので、上げた状態で前後に稼働させることはできません。下げることによって前後の稼働が可能ってことですね。で、先端部分についても左右に展開させることができます。で、このそれぞれ4本のこのブレードっぽいものは全てここから外して、冒頭ご覧いただいたエフェクトパーツをつけて、で、専用のジョイントパーツを使って細い軸で飛翔しているような状態を再現することができます。今、まあ、これ一旦閉じておきますけども、あとここの部分ですね、実はこのままの状態で、まあ、これ一回外しますけども、このままの状態でエフェクトパーツをつけるだけではなくって、この上のブルーのパーツですね、これについてはこの向かって左上、こちらに引っ張り上げますとこんな感じでスライドして、ちょっとこの幅を広くすることができます。まあこれお好みでってこともあると思うんですけども、こうすることによって名称としてはキャノン砲らしいので、ここを展開させて移送させておくとよりかっこよくなるんじゃないかなと思います。ではこれまた元に戻しておきまして、で、最後にこの翼なんですけれども、左右合計4枚の主となる翼があるんですけども、実はこれ4個とも形状が同じです。まあ実際はこの軸に対してこの部分を前につけるか後ろにつけるかっていう違いはありますけども、シルエットは全く同じって意味ですね。で、この車輪みたいなところ、これがターボファンっていう名前らしいんですけども、これについてもこんな感じでくる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 回すことができます。で、翼についても根元のところの上下とか、ここの軸で前後、ですからこの下のちっちゃいブレードについてはボール状と接続となっておりますので、こんな風にぐりぐりぐり角度を変えることができます。で、さらに外側の翼もここの部分で上下と、で、さらに4枚の羽、この付け根から先端まで全部形状が同じで、ギミックも同じなんですけども、この4枚ありますこの羽については上から2番目のものが基部となって固定となっておりまして、その上下3枚につきましてはどれか1個を動かしてますと中のギアで連動して一緒に全てこんな感じで展開させることができます。で、内側のクリアパーツにつきましては、今この閉じた時に干渉しないようにこんな風に後ろ向きにしてありますけども、これにも可動がありますので、開いた時にまっすぐにこんな感じで伸ばしておけば、普通に開いた時に比べますとこのクリアパーツがより視野に入って豪快な翼の形状をすることができます。で、またこれも一旦元に戻しておきまして、今ご紹介したもの全て取り付けてアメリア・ハートマンフル武装状態にしますとこんな感じになります。今かぎ爪で強引に立たせておりますけれども、こういった形で自立させることも当然可能です。そして何と言いましてもこの巨大なウィングですよね。今展開状態にしてありますけれども、オレンジ色のクリアパーツのインパクトもあって、4枚の羽全て形状同じなんですけれども、こうやって少し角度を変えるだけでもかなりかっこいい翼になっていると思います。で、ちょっとこんな感じで斜めた感じで見ていただいても、両方の腕と言いますか、設定としてはサブアームに扱いになるような気がしますけども、この装着したハンドガン状態のものもかっこいいでしょうね。で、真横から見ていただきますと、まあ、背中が非常に重いので、かなりこう上半身の胸を張ったような状態になっちゃいましたけども、それだけ巨大なウィングを背負っているってことですよね。で、真後ろから見ていただきますと、前と違いまして、リアスカート部分のクリアパーツも全てはっきり目に映りますので、かなり艶やかと言いますか、豪快なデザインになってますよね。で、ちなみになんですけども、まあ、稼働については先ほどご紹介したので省略させていただきますが、この武装状態のお顔ですね、こんな感じになっておりまして、特にこの前面の部分についてはクリアパーツではないんですよね。頭の頭頂部にクリアパーツが使用されてますけども、個人的にはここの部分ですね、クリアパーツだったら持ってよかったのになって思わなくもないです。で、改めてちょっと背中の真ん中の方もご覧いただきたいんですけども、こちらですね、この電池のバッテリーマークみたいなところ、これについても外側のクリアパーツ、どこの方に複数のパーツで内部構造が再現されていて、こういった奥まったところのデザインも手を抜かずにきちんと設計されているのは素晴らしいことだと思います。では、このお顔が見えてないこのヘルメット状態のままでありますけども、ちょっとこんな感じで近くに寄っていただきまして、まあ、目線どこ見てるかわからないにしても、ちょっと顔をこんな感じでカメラの方を向いていただきまして、サイバーフォレストファンタジーガール、アメリア・ハートマン、ハリケーン・アサルト・リベンジャー、プロトタイプ・イエーガーは
こんな感じでした。といった感じでご紹介してまいりました今回のサイバーフォレストシリーズ第3弾。パーツによるカラー再現ですとかダイナミックなポージングとか非常に遊び応え見栄えのいいキットだったというふうに思っております。ただまあ個人的には何度かお話してます通り、第1弾第2弾にありましたいわゆる背骨がむき出しになったようなあの腹部のパーツですね、あれがなくなってしまったのやっぱりちょっと残念ですね。ただまあ代わりの今回使用しております腹部につきましては合わせ目がより見えないようなデザインが施されてますので、まあこれはこれでいいのかなっていう気がしないでもないです。あと今ご覧いただいてますのはフル武装状態ではなくってフル武装状態から腕と頭部を素体のものと交換しております。パッケージイラストとはだいぶ雰囲気違っちゃってますけども、やはりこの方がいいかなと思うのと、あとパッケージイラスト通りに組んだ場合、両腕に相当する部分が腕というよりもサブアームっぽいようなデザインになっていることによって、全体的なシルエットを見た時によりハーピーらしい形状になっているっていうのは素晴らしいアイデアだったなというふうに思います。そして毎度のことなんですけれども、巨大なウィングですとか、脚部パーツであったり、かき爪の部分であったり、ふんだんにクリアパーツが使われておりますので、国産キットと比べてみても、その華やかさっていうのは非常に目を見張るものがあると思います。あと、こういったキットっていうのはなぜかわかりませんけれども、あまり転売屋の餌食にならずに、現状でも安心して購入できるっていうのは嬉しいところですよね。美少女キットがお好きな方、ハーピーデザインを踏襲した美しく豪華な武装状態をかっこいいと思われた方、店頭やネットでお見かけの際にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。